ツーマン。はい、五十嵐亮太投手の引退会見に、乱入してきました。本日引退会見がありました。こちらの方で後からも皆さんご覧になりますので、ぜひご覧ください。涙あり笑いありの会見でした。主に笑いはつば九郎でしたが盛り上げてきたんですね。はい、今日は清水投手の誕生日です。おめでとうございます。24歳、現在24ホールドですからね、もっともっと重ねていってほしいですね。明日は川端慎吾選手のバースデー、明後日は松本直樹捕手の誕生日です。おめでとうございます。バースデーラッシュ。ベイスターズ、神宮強化、今年最後となります。皆さんどうもありがとうございます。ありがとうございました。つば九郎からのメッセージです。そしてチャモ、ロペスさんのことチャモさんって言うんですね。2000アンダーもうすぐでしょうと。はい、ミスターロペス、つば九郎メッセージ for you。 Yes、 明日からホームゲームハマスタで決めてください。はい、今年はパトロール行けなかったけど。パトロール行ってるんですか。会話は何語で。そう、はい、近いうちにまた。はい、慣れ慣れしいですね、つば九郎ね。はい、今のうちに言っときます。チャーモン2000アンダーおめでとう。 Yes, つば九郎 wants to celebrate your 2000 career hits。 Yes。 はい、今日はキャンプ地沖縄県浦添でです。はい、浦添でね、視聴活動もつば九郎はやってますか。あ、このここですか。はい、分かりやすい地図でありがとうございます。それで、この辺ですね、沖縄のね。はい、でも浦添もうちょっと下じゃない。その辺なんかちょっとなんか宜野湾っぽいんですけど大丈夫です。はい、すいません。はい、お待たせいたしました。両チームチャージングラインナップの発表。